労働者国家とは、カール・マルクスが、高代高領批判で唱えた、プロレタリア革命から、共産主義へと至る、過渡期において、なお存在する、プロレタリアアート独裁を指す。本来のマルクス主義の立場では、このような国家は、プロレタリア革命から、共産主義の低い段階へと至る時期に限られたもので、あったが、ヨシフ・スターリンは、国家が存続しているにもかかわらず、 社会主義が実現されたと主張するために、この過渡期を社会主義を指すものと改変した。第一インターナショナルでマルクスと対立したバクーニンーは、マルクスのような国家死滅構想は、国家の死滅をもたらさず逆に強化をもたらすと批判した。その後、アナキスト諸長流は、このマルクス主義批判を続けている。また、トロツキズムは、ソ連や中国などの投函領が指導する既存の、 社会主義国家は官僚によって歪められ、堕落した労働者国家としている。さらに反スターリン主義を掲げる、新左翼などの一部は、これらの既存の社会主義国家の実態は、スターリニズム国家、または赤色帝国主義国家であり、労働者国家ではないと主張している。ポーランドのように、建前上、労働者の国家である。 社会主義国であるにもかかわらず労働者の自発的な労働運動として独立自主管理労組連帯が成立し、それを中心とした民主化運動の結果社会主義体制が転覆した例もある。ありがとうございます。